この綿、この綿、この綿は、生子の内臓の使用からである。寒中に生した、また、腸の長いものが良品であるとされる。尾張徳川家が、諸崎のこの綿を、徳川将軍家に献上したことで知られ、ウニ、カラスミ、ボラの卵巣と並んで、日本三大珍味の一つに数えられる。古くから、能登半島、伊勢湾、三河湾が産地として知られてきたが、 今日では、瀬戸内海など各地で製造されている。語源は、子、生子。生子という意味の、女子和田、蝶、内臓という意味である。この綿を製造する場合には、体色が赤っぽい、赤生子が重宝がられるという。まず、生子の体内を浄化するため、作業場近くの海に設けた池酢で二日ほど放置する。腸管内部の餌の残砂や糞がある。 程度排泄された頃を見計らい、腹足の口に近い部分を小刀で5から6センチメートルほど、先、逆さにして、内部の対抗液を抜きつつ、切り口から指を入れて、内臓を引き出すか、または脱腸器で内臓を抜き取る。抜き出した内臓は、指先でしごいて内部に残った砂を絞り出し、長官、呼吸樹、この綿の2番と称される、生殖層の3部くらいと、砂、 サデートに分別される。生殖層は口子の製造に向けられる。なお、内臓を抜いた生子は生殖用、またはイリコ、イリコ、煮干し品の製造に向けられ、生殖用は海水を満たしたナイロンの袋に詰めて、出荷される。イリコ用は釜に入れるまで、海水を満たした桶に保管しておく。生子の生態的な特徴からすぐに死ぬことはない。解体時に、 ナマコの切り口を小さくするのは、入り子の品質を良くするためと言われている。解体と分別作業度が終わると、小だらいに分けた内臓を海水でよく洗い、ザルに取って水気を切ってから一生分で測り、別のたらいに入れて、重量比で一割強。体積比では、内臓一生に対して二から三合の食塩を加えて、混ぜ合わせ、お、OK、け、または壺に貯蔵する。 二から三日で塩漬けが完了して、食用可能な状態となるため、箸などを用いて出荷用の容器へと取り分ける。大まかに、生粉百貫から内臓八章が採取でき、内臓一章からこの綿七号が製造できる。多量の水分を含み、柔らかい紐状をなす。この綿の流通用容器としては、ガラス瓶、竹筒、桶の三種類がある。 ガラス瓶が使用されるようになったのは昭和40年代以降のことであるが清潔で溶石に変化がないことから1 2 0トル用の小瓶が使われている。竹筒入りは細身の青竹を用いるが内溶石に変化があるため使用するときはこの綿の本数を読んで詰めている。さらに桶と呼称されている小型の木製容器も用いられる。 容積は1 2 0トル相当のものを取り寄せているが、出荷先からの要望によっても変わる。京都、大阪や金沢の方面では、竹筒入りのこの綿が求められる場合が多く、名古屋方面では桶入りのものを求める傾向があるという。生粉の内臓は普通は塩蔵品として市販されるが、生鮮品をそのまますすっても、三倍酢に浸して酢のものとしても美味で、 趣向として喜ばれる。また、この綿に、厚缶の酒を注いだものは、この綿酒と称される。この綿汁は、この綿を、まな板の上で包丁で叩いてから湾に入れ、ごく薄味に仕立てた汁を注いだもので、この綿の芯の味を消臭るという。また味噌仕立てにもされ、三州味噌を包丁で細かく切って水溶きし、鰹節と昆布とを加えて三時間ほど置き、裏ごしする。 これを火にかけて味を整え、この綿を加えてさっと火を通して供する。この綿は、能登国の産物として、平安時代の史料に登場する。室町戦国時代には、能登の守護職を務めた畑山氏が、特産の水産物としてこの綿を収め、この綿桶けを、足利将軍家薬業、有力寺社などへ贈呈した歴史が知られている。延長5年。 927年成立の演技式では、中央政府が、能登国のみに課した、高能物の中に、いりこに加えて、この綿が挙げられている。能登の公益雑物に、この綿一石と記録されている点から、かなり量産されていたことが伺われる。本庁食感では、生コの説明に、以下のように吹きして、木綿を縁、つけて試した脂を、脂をイコール塩からを紹介しているが、 この綿の故障は文中に登場していない。荷川は近本日記にも、畠山吉宗より、足利義政への新物として、この綿百桶、ただご新庄との記述があり、また、日の富子へ向けて、この綿百桶、吉宗の親元に向けて、この綿五十桶が送られたと記されている。塩からであるこの綿の特徴と、中世文献上に記述されている桶の数量から、 この綿桶は、合計6センチメートル未満、二寸相当の小型の極容器であった可能性が指摘されるとともに、福井県一条、谷浅倉市遺跡の浅倉館より大量に出土した小型和げ物こそが、この桶であろうとの指摘がなされている。室町時代、文政三年イコール1863年に、成立した方向覚悟のことにもこの綿の記述があり、 この綿葉桶を取り上げては死にてくふべし。これも一番より、廃下が、藩に領土くふべきなり、火略との説明から、この綿が片手で持ちうる大きさの桶に詰められていたであろうことが明らかであるという。江戸時代に、能登の名産品として、この綿を将軍家に献上した加賀藩舞武は、この長井さんのこの綿を御用品に定めることで、南湾の石崎町と同じく、 能との生子生産を支配した。近世諸島の慶長八年、1603年には、このわたこ,この綿、このわたの表記で、日報辞書に収録されている。また、江戸時代中期に編纂された、和漢三歳図絵でも、以下のように独立した項目を設けて衝述している。和漢三歳図絵において示されている俵語という、故障について、江戸時代後期の風俗習慣についてまとめた。 旧章欄では、と述べ、伊勢定常もまた、と要約している。一方、瞳とみ月はと簡潔に触れているのみであり、たわらご、たわの故障の起源が、元来、生子の生鮮品、煮干し品、内臓の塩造品のいずれを指すものであるのかは、半然としない。和漢三歳図へでは、巻、第五十一、魚類公開ムーロ子魚にも、生子、虎子の子を設け、 この綿について、元の説明を改めて与えている。江戸時代末期から明治時代初期にかけて刊行された、終わり名所図絵においてはとして、本庁食感からの引用がなされ、合わせて、豊臣秀吉がその美味を称賛した逸話について触れられている。同じく、江戸時代末期の文化八年、1811年、栗本炭素が表した、仙、虫符の、 ナマコのコーデも、この綿について、と言及されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。